んの部屋はい、ちまたはお花見シーズンでございますけれども、お花見でいい思い出は一つもなくてですね、え大学時代に市ヶ谷のあそこの、あるじゃないですか、お花見ストリート、中央線沿いのね、2年連続風邪をひいた思い出があります。ですので、皆さん、風だけには12分20、4月まだ寒いですからね。 さあ、自信ネタお願いい、しますはい、今回の時事ネタは歌手タレント声優イラストレーターなど多岐にわたり活躍するショコタンこと中川翔子さんが10年ぶりの写真集を発売することで話題となっていますがしんのすけさんはグラビアなどの写真集は買われたことはありますか僕はないんですよよあのー、見るるアイドルより触れる実物 っていいうのが僕の在留の僕ででございますんでやっぱ所詮ね見たところでねダメなんですよやっぱこう触れるものでないと、えー、でもショコタはすごいっすねあのー、さっきスマートニュースでねそれを見て結構お年いかれてますよね40ぐらいですかもう36歳あまだ36なんだうんやっぱ最近はやっぱそのアンチエイジングっていうまあ僕なんかもそうだと思いますけど 僕ももう50ですかね、来年ね。まあ、ただ、ぶ分、しわ、ここ出てきちゃいますけど、だけどここ多分ね、かなり意識してとか、首とか、かなりやれば、やっぱり若々しく入れると思うんですよ。で、アンチエイジングが今、発達お前、なんでモニター確認してんだよ。めっちゃ見てるやん。お俺、もう50だからね。50に見える。見えないですね。って思うでしょ。はい、まあ、実際、50の体力ではあるんだけど。ですごく その,ショタンの,、ね、このただ36って聞いたら納得だわまだ36ゴリゴリにいけてるよ女として女は40からだから、うん、ただ別に興味ね触れないんでしょ <laughs> ねえ会えるんだったらまた興味あるけどさあ俺あの子好きよでも花咲レアちゃん知ってる、うん、あのグラビア界の問題児って言われてるただ まあ花咲レアちゃんがそうか分かんないけどなんか SNS とかさあのニュースなんかで賑わしてるそのグラビアであったりコスプレイヤーであったりの子ってちょっと辛辣なこと言いますけど加工じゃないですかやっぱねどうかなって思うんですよ僕いや全然可愛いからいいんですよ目の保養になるからねいいんだけど実際に会った時がっかりしたくないんだよね、うん、もうなんかその 会いたいイコール会うの前提でなんか俺物事進めちゃうんでそうした時になんかね実際にお会いしてさえっていうのはやっぱ過去過去っていうか最近もあったわけよ <laughs> あったのよあのあの子ねあの子とかあの子可愛かったよそれからリムルちゃんリムルちゃんは可愛かったうんリムルちゃんはものすごい可愛かったうん実物の方が可愛かった 知ってるリムルちゃんうんすっごい可愛い顔顔がすっげえ小さいんだよめっちゃ可愛かったよ本当。に比べてさとかって言うとまたね角が立つからねあの子あの子とかもう絶対あれだよねもうこれ以上言わないわもう荒れるから <laughs> 全然ああもういいわはいしんのすけの部屋さあ普通の質問いきましょう龍坂,坂本さん 今のない音量調整できるけどちょうどいい音量がなさすぎる1だと小さすぎる2だと大きすぎるパンチョゼロの大量導入してる店は爆音祭りでほんとううるさすぎる新さんどうもあのお店によってねあの元々のデフォの音量っていうのは調整でき,できまして結構そのパチスロ好きな店長さんが見てるお店なんかは元々の音量がもう適度な適切な音量になってたりするんですよなんで ね、そこであの店長さんの心意気っていうのを感じることはできるかもしれないですよねうんあるじゃないですかねちょっとそこ注目してみてくださいラブカラスさんえー、パチソロ業界解析が出たとか言ってますがあの言い方いつも違和感感じます昔はそれこそメモ帳片手にデータを取りながら文字通り解析していた編集者の方も多かったと思いますしかし近年はどうでしょう解析が出たと言ってもそれは誰かが努力して解析したわけではなく メーカーからもともと設定されているデータが公開されているだけに思うのですが、このあたりいかが思われますか、えー、本当に解析目的を打つなら相当のゲーム数回増してデータを取らないといけないと思うのですが、解析目的で打ってデータを取っている方って今も見かけられますかあとよく審査の動画で大時計のボタンプッシュの裏技を勉強させてもらってますが、あの情報もメーカーが公開しているんですか個人が裏コモンでボタンプッシュの小技を解析するのは難しい気がします。なるほど。あのー、 そそれこそ僕が現役,現役,現役うん現役でコーレクレイターっていう肩書きでやらせてもらってた時はあのプログラム解析を雑誌社がしてたんですね、えーえー、サブ基盤のプログラム解析である程度人気機種であればメイン基盤のプログラム解析っていうね解析人という方がいて、えーまあ、基盤をこう配線して読み込むんですよ 読み込むんですよそれこそ閉店後のお店とか行って台をお借りしてで、えー、出てきたものをすごいマシン語じゃないけどもうほんと010101の羅列をそれこそ解析してあここはこの。 乱数でここが選択率だからみたいなのをやってそれを起こして実際の雑誌に載せられるような数字に直してたりしたわけで中にはあやっぱりセキュリティが上がってくるわけあの機種がどんどん,どん,どん進歩進化するに伴ってねそうなってくるとおプログラム解析ができなくなるんでただ解析ができない分フラグの信号を流すことができるってなるとお例えば うーんうんそだねこの機種のリプレイフラグを送るっていうのを何何度幾度となくやるわけ、えー、256五十六要は二百五十六256の倍数単位でやってこい。2五5 1 2果ては16384の65536回乱数を流してでデータを取っていくわけ。演出のデータを。でそれをお集計して、えー、雑誌のに載せられるような表にして、えー、この機種のリプレイ成立時の演出はこう。で全長中はこう。 となると、本全長期待度はこのリプレイ成立中のこの演出だったら何パーセントあるみたいなことをやってたんですよ。やってたんですけど、いよいよパチスロー機が進歩進化するに伴って、セキュリティがより一層厳しくなって、解析はおろか、フラグの信号を流すこともできなくなり、もう開けたらこのデータは消去されますみたいな、消去されますみたいな、それぐらいのセキュリティになってしまう。そうなってくると、雑誌社であったり、え、ー いわゆる解析をするような職業っていうかプログラマーの人たちが太刀打ちできないぐらいのセキュリティになっちゃったんですよね。そこで、えー、そうなってくるとやっぱり我々ユーザーがね、えー、パチンコパチソロプレイヤーたちがより一層大のことを詳しくなってやるためにはどうしたらいいかってなったらやっぱりメーカーから資料をいただくっていうのが一番になってきていつの間にかそれがスタンダードになってきてで、えー、解析が出た解析が公開されたみたいな言い方があここ5年10年。 え言われるよううになったという感じでこのラブカラスさんが言うように、えーこうね、手でね、えー、すぐ回してデータを取ってという風にねこれ僕もやるんですけれどもこれやったらやったでこう結局なんでしょうね、えー、メーカーが公開する解析市場主義っていう風になってくればくるほど結局そこでネットに当たり前のように出てくるデータがもう正義っていう正義マンたちがいっぱいはびこってくるわけ。そうううするともうもう 知識中って言われてる連中がいやいやいやお前そんな嘘なこと言うなよ。いや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 、そのメーカーが公開してる解析値自体が間違ってることだってあるんだけど、それも知らんみたいな、もうネットこそ正義みたいな、ネットに出てる公開データこそ正義みたいな感じで、でも例えば、まあうちの弟子のねあのペルペルが心音調査なんていうのやってるじゃないですか。あれなんかもう 丁寧に丁寧にこう毎回,打ってね毎回毎回打ってデータを蓄積してってその結局実戦値として出してこういう楽しみ方もありますよっていう風に提案するあれはすごく快く今のところ受け入れられてる感じはするんですけれどもこれちょっと見せ方を変えるだけでまたオカルトなんかいっとるわーみたいな受け止められ方すらしちゃうわけですよね。だからすごくあのー 解析市場主義いやメーカーが公開する解析市場主義ではあるんだけど実はその実はすごい混沌としててだからやっぱ実際自分で打ってみて何が楽しくって何が真実で広い心でやっぱパチスロを打ってかなきゃいけないなっていうか打ってかなきゃいけないっていうなんか強制ではなくて打っていきたいよねっていうお話ですはいレジェンド405ブルーさん最近の新さんボート熱がすごいように思われますウイスさんとの番組を見ててもとても面白いのですが なんとなく、スロット熱がちょっと冷めてきてるのかなとも感じます。ボードの予想してる時の方が生き生きしてるように見えます。スロットの奥義も最近少ないなとも思います。パンチョスリーも撤去されたのもあると思うんですが、テンション高めで生き生きとスロット打ってる新さんがやっぱりかっこいいです。これからも頑張ってください。全然冷めてないですけどね。ただ、ボート熱がちょっと熱すぎるっていうところはあると思う。やっぱこう、覚えたての猿じゃないですけど、やっぱりあの、 例えばね、あのー、あることを覚えちゃったら、もうずっとそれ夢中でやる様とかあるじゃない。あもうしたい、したいんだけど、したいんだけど、みたいな。したら、やっぱり、傍目から見て、あいつすっげえ熱くなってんな、みたいな風に思うじゃないですか。えー、一方のパチスロは、もう言うて30年以上打ってるわけで、ね、もうなんだったらもう、今後も連れそう伴侶みたいな感じなわけですよ、パチスロは。だそこと、やっぱりもう、まるでちょっと、ね、 覚えたての猿のように「わあこれ気持ちいい」みたいなのを比べられてもっていうところはあるんですよね変わんないですよ全然うんただ一つ言えることとしてはパチスロはそのパチスロの目の前に行かないと打てないんだけどボートはテレボートがあるからいつでもできるんだよねこれが非常に問題があるえー問題があだるだいぶでだけどあれよ抑えられるようになったから 全レースやってたけど今全レースやってないしだから全然そんなことないと思いますまた全然ボートとパチスロは別物ですからね毎回言いますけれども全然別ですからねはい終わりますお疲れ様でした